ゆっくり霊夢と、ゆっくり魔理沙だぜ。第3話です。ねえ魔理沙、今まで黙ってたんだけど、何、推し増えた、はぁ、あ、何言ってんだアホか、ただでさえ、ナイツという生態とトリックスターの掛け持ちっていう、正気の沙汰じゃない感じなのに。まあまあ名前だけでも聞いてよ。いややめろ推しと言ってしまったらアルバム埋まるまで聞かなきゃ、こいつマジで人の話聞かねえな。この方です。あー。よかったー。というわけで、ともえひよりさんでした。追加される前はさ、タコー、とか思ってたんだけど、思ってたんかい。気づいたら受け入れる通り越して押してたよね。ちょろすぎるわ。まあ基本みんな好きだしな。よかったよタコーなら。というわけで今回引いていくのはこちら。全然良くなかった。もちろん狙いはひよりさんだけど、このメンバーはみんな集めておきたい感ある。それは言えてる。先生をスカウトで引く日が来るとは思わなかったぜ。過去のくぬぎ先生めっちゃ好きです。この過去があっての今ってのが早速聞いていきましょう。とりあえずは日和さんが出るまで引こう。ワクワク。安定の金色。重要なのは星4だから。お願いします。金色6枚か。これなかなかいいんじゃない？謎にゃん。バッドボーイズのだな。ナイトキラーズの衣装だからこれ欲しかった。前の衣装で新規カードが出るのいいよな。最高。どうだ、悪い兄ちゃんだぞ。どうだって、可愛いという感想しか出てこない。可愛いって言うなって怒られるぞ。わーい、イバラくんが来てくれました。あ、この前のスカウト、ギャングで、イバラくんが出てきたのびっくりしたよな。ユウくんとジュンくんもそうだけど、メインストーリー以外で会話するの、レア感あって好き。最初の限定はイバラくんでした。問題はここからですよ。かぶったりするからな。しのぶくん、そういえば今井部のしのぶくん可愛すぎない？いやしのぶくんはいつも可愛かった。ミカちゃん、ギャングの話してたら来たな。ギャングはセナくんイベと重なってたから回したんだよね。あれも動画にしたかったな。ともやくん、ともやくんはクラス別スカウトですごい見た気がする。連続で来てたからな。おお、くぬぎ先生だ、嬉しい。噂によるとどうやら、先生もプロデュースできるらしいよ。マジか、エイプリルフールに配布されたカードは、アルバムから取り出せなくなってたからな。勝利ボイスとか早く聞きたい。早く日和さんも出さないとね。おう。ここで2連続か。まあまあまあ、星4まだあったし。それにしてもあれだね、可愛いカップケーキ持ってるとこ可愛いね。意外と楽しんでる。わあ、ジュンくん。日和さん狙うならジュンくんもって思ってたから、先に出てくれたのすごく嬉しい。ウィンターライブでのこの二人の尊さは異常だった。ただ確定の3枚がもう終わってるから、もしかしたらヤバいのでは、いきなり現実を見せてくるのやめて、だ、大丈夫だよ、アドニスくんだ。可愛い優しい、アドニスくん。クッキングのだな。見たらわかるよ。いやスカウト名を言ったんだよ。アドニスくんの作った料理食べたいなぁ。これテトラくんの料理手伝うやつだよね。星3にテナくんいたからよく覚えてるよ。嬉しい。次。兄ちゃん、兄ちゃんで始まり兄ちゃんで終わり、エッツもう終わり、またまた、あ、終わり。日和さんは来なかったけど、星4が6枚、なかなかいいスタートだったんじゃない？いやでもイベント走ってる真っ最中だから、次で日和さんを手に入れておきたいところ。大丈夫だって、その自信どっから来るんだよ。無期限アイテムずっと貯めてたから大丈夫。わあ少なーい。次行くぞ、なんだったら星5引いちゃうもんね。爆死枠の20連目いきます。なんてこと言うの、星5全然来なくない？それが星5というものなんだぜ。返す言葉がない。いやーそれよりもこのスカウトは星4の多さが重要に。昇格確定。おお、閣下だ。嬉しい、かっこいい。これ開花後すごいニコってするらしいよ。絶対可愛いやつじゃん。これで後来てないのは仁先生と日和さん。おお、仁先生だ。先生もちゃんと衣装が変わった。嬉しい、ありがとうございます。これは来てることない？20連で5人揃うって、確かにかなり運がいいかもしれない。これ確定分があと1枚あるじゃん。そこで日和さん聞けば神じゃない？それは神だわ。よし、次行ってみよう。みつるくん、こういう衣装さ、どんどんゆめコインショップに追加していってほしいよね。スバルくん、マリサで大吉が見えない。いや私いなくても見えないわ。キリュウ先輩、制服だと昇格かなって思ってしまうね。ソラくん、なぜかこのカードあんまり出ないんだよな。衣装めっちゃ似合ってる。兄ちゃん、こちらは本日2枚目、放送委員会押せる。佐久間先輩、そろそろ星4来るぞ。日和さん来るか。かっかー、そうきたか。そう甘くはないということなんだぜ。マリサも割と乗ってたよね。これで終わりなの？多分、嘘でしょ？嘘だと言って。あっゆうくんだ。よかったな、完全にさっきの霊夢だな。はっはっは、ほんとだー。ゆうくんとお揃いってね。
はい。これで20連目は以上だな。ゆうくんが最後に来てくれたからよしとしましょう。というかもうすでに5人いるんだから、日和さんが出てくれればコンプリートだよ。うむ、このメンバーは集めておきたかったって言ってたし、結果的には良かった感じになるんじゃないか。だよね、よし行くぞ。すごい速さで引いたな。うん、若干焦ってはいるね。うん、いやここで星5を出して運を使ってしまうより日和さんの運を取っておいた方がいいと思うんだよね。関係ないと思うのは私だけかな。あーあー、さあ日和さん、やったな。うん、せーの、いい日和、ちょっとちゃんと一緒に行ってよマリサ。いやわからねえよ、永遠くっついてるかわいい。ということはコンプしました。これで心置きなくイベント走れる。まあ別に特攻ってわけじゃないけどな。他校が通常のスカウトに入るっていうのは今のところなさそうだけど、こういう限定のスカウトはまたあるかもしれないね。怖いこと言うなお前。次見ていこう。ハスミン、クラス別限定カードはハスミンが最初だったよね。ゆうくんだ。はい、かわいい。これの開花後はアイスをくれます。このくだりなんかやったことあるぞ。おお、じゅんくん。じゅんくん2枚目だな。やっぱ日和さんの後はじゅんくんだよね。次は誰かな。くぬぎ先生。こちらは3枚目。くぬぎ先生が一番来てくれた。これで終わりっぽいね。みどりくん。この緑くん一番見る気がする。まあずっとあるやつだからな。かわいい。キリュウ先輩、中西のがな。前編後編でいっぱい追加されたよねこれ。ミツルくん。またまた中西。あれこのミツルくんあんまり引いた覚えがないぞ。シノノン。このカードはすごい引いてるわ。次でラストだぜ。千秋先輩だ。クラス別は千秋先輩から始まって、千秋先輩で終わった。はい、30連目は以上になります。よかったー。めちゃくちゃ嬉しい。あ、やっぱりこのミツルくん持ってなかった。というわけで、クラス別スカウト終了です。これから追加されていくスカウトの方も、動画にしていけたらなと思ってます。その時はまたゆっくりしていってね。それでは、ご視聴ありがとうございました。